暇だなぁ。なんか面白い暇つぶしないかなぁ。それなら、国名は結構なんてどうだ。国名は結構、何それ。国名は結構、知らないのか。小学校の時とかやらなかった。そんな遊び、初めて聞いたわよ。どうやるの。国名を分けるだけだ。やったらわかるぜ。行くぜ。アメ、リカ、イギ、リス、ニ、コン。簡単だろ。これならできそう。でも、この遊び面白いの。面白いぜ。韓国、インドネシア、ギリシャ、インドネシア、インドネシア、インドネシア。なんかインドネシア多くない。ドネシアなんて人生で初めて行ったよ。まあ、気にすることはないぜ。それより、次はちょっと難しいぜ。あるある意味にもなるある意味にもなるある意味にもなる。電金電金ドネシア電金ドネシア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 解説するぜ。本編スタート。まずはインドネシアという国についておさらいするぜ。日本の5倍の面積、2倍の人口を有するインドネシア共和国は東南アジアの大国だ。インドネシアの国土は大小無数の島からなり、300を超える多様な民族が暮らしている。数えきれないほどの島々と多種多様な民族。インドネシアは複雑な国なのね。ただ、鉄道に関して言えば、それほど複雑でもないぜ。広いインドネシアの中でも鉄道が走っているのはほぼジャワ島だけだからな。ジャワ島はインドネシアの数ある島の中でもダントツの都会だ。インドネシアの人口の半分以上にあたる1億4000万人がこの島で暮らしているのだ。比較的小さなジャワ島に人口が集中しているのね。ということで、ジャワ島の地理を簡単に解説するぜ。日本の3分の1の面積のジャワ島は東西に細長い形をしている。最大の都市は首都のジャカルタ。2番目に大きい都市は港湾都市のスラバヤだ。日本でいうと東京、大阪という感じね。ジョグジャカルタとソロはジャワ伝統文化が息づくこと。有名なボロブブール遺跡もこの辺りだ。日本でいう京都や奈良ね。バンドンは過ごしやすい高原の都市。インドネシア最南端のバンドン工科大学があるぜ。バンドン会議のバンドンね。ジャワ島は山がちな地形で、東部にはブロモ山やラウ山などの大きな火山があるぜ。細長い島国で火山があるというのは日本人からすると親近感が湧くわね。そんなジャワ島の鉄道を解説していくぜ。ジャワ島の広い範囲に鉄道が通っているが、幹線と言える路線が3本ある。ジャカルタから海岸沿いにチルボン、スマランを経由しスラバヤに至る北幹線。チルボンで北幹線から分岐し、ジョグジャカルタ、ソロを経由してスラバヤに至る南幹線。北幹線から分岐し、バンドンを経由して南幹線に合流するバンドン線だ。大都市間を結ぶこれらの幹線は特急列車が多数運行されている。ちなみに、ジャカルタ、スラバヤ間は東京、岡山間ぐらいの距離だぜ。地図で見ると近く感じるけど、結構距離があるのね。この幹線の他にも、バリ島へ渡るフェリーと接続するバニョワンギ線などいくつか路線があり、ジャカルタ周辺には通勤列車が走る近郊路線もある。日本の中古車が活躍するコミューターラインね。そうだぜ。北幹線もジャカルタ近郊区間はコミューターラインの一部になっている。ジャカルタの路線については別で動画を上げているから、興味のある人は見てみてね。このようなインドネシアの鉄道を運営しているのが、KAI、クレタ、アピ、インドネシアだ。クレタ、アピとは、インドネシア語で列車という意味だ。わかりやすい会社名ね。KAI は貨物列車も運行しているが、ジャワ島においては旅客輸送が中心だ。ジャワ島を旅するときは鉄道を使う機会があるだろう。ということで、KAI の旅客サービスについて解説していくぜ。行ってみよう。KAI はジャカルタから伸びる幹線を中心に長距離列車を走らせているが、本数は十分とは言い難い。バンドンやスマラン行きは1日15本程度。ジョグジャカルタ行きは1日10本。さらに遠方のスラバヤ行きは1日7本という感じだ。北海道新幹線より本数が少ないのね。インドネシアの列車は大抵愛称がついている。タクサカ号、ジャヤカルタプレミアム号、アルゴブロモアンブレック号、アルゴラウ号などだ。不思議な名前ね。〇〇エクスプレスとかじゃないの。タクサカはヒンブー神話に登場する竜の名前。ジャヤカルタは目的地のジャカルタとジョグジャカルタを混ぜた名前だ。アルゴブロモやアルゴラウは沿線の山に由来する。日本で言うと、アサマ、みたいなネーミングだな。そう聞くとインドネシアの列車愛称にも親近感が持てるわね。次に代表的な列車をピックアップして紹介するぜ。
ちょうど名前が出たから、アルゴラウ号について見ていこう。ジャカルタ、ガンビル駅を夜8時15分に出発、チルボン、プルボケルト、クアルアルジョに停車し、朝3時48分にジョグジャカルタ着、終点のソロ、バラパン駅には朝4時45分に到着する。所要時間は8時30分だ。夜行なのね。寝台列車なのかな？全部座席だぜ。座席の夜行列車。ムーンライトながらかな。ジャワ島でも昔は寝台車両があったのだが、廃止されてしまったのだ。朝4時に到着というのもちょっと早すぎるし、あまり利用客目線の列車ではないわね。アルゴラウ号に限らず、インドネシアの鉄道はちょっと使いづらい時間帯の列車が多いぜ。袋は中高便で、ソロ、バラパン駅朝8時発、ジョグジャカルタ8時52分着、ジャカルタ、ガンビル駅16時27分着だ。一日がかりの移動ね。これだけ長時間乗るとなると、座席のクオリティが気になるわね。そうだな。座席の種類を紹介するぜ。KAI の旅客サービスは3クラス、エクセプティフ、ビジネス、エコノミーだ。ビジネスとかエコノミーとか、なんか飛行機みたいね。エクセプティフは一番快適な座席。シートピッチが広い新しい客車で、アルゴクラスなどの優等列車に連結されている。もちろん、空調完備だ。シートは革張りで高級感があるぜ。ブランケットやクッションもついてるのね。インドネシアの列車は冷房が効きすぎで寒いことが多いけど、これなら安心ね。次に、ビジネス。エクセプティフよりシートピッチが狭く、車両も古いことが多い。空調ありだ。座り心地は新快速ぐらいかな。ビジネスはエクセプティフとエコノミーに置き換えられる形で数を減らしている。次のエコノマリサ、どうしたんだ。さっきからめっちゃ綴り間違ってない。エコノミーとかビジネスとか、これはインドネシア語なんだぜ。英単語がインドネシア語に取り込まれて変化しているのだ。なるほど。日本語のビジネスも英語の発音とはだいぶ違うものね。それと同じだな。エコノミーは一番料金が安いクラス。昔は非空調だったが、最近は空調ありのことが多いぜ。それに伴って快適性も向上している。一番安いクラスと聞いてもっとカオスなのをイメージしてたけど、意外と普通ね。インドネシアの鉄道はちょっと高級路線なんだ。他の東南アジアの国と比較してサービスレベルも運賃も高い傾向にあるぜ。最近、高級路線を極めた車両が登場した。それが、ラグジュアリークラスだ。ラグジュアリー、どんなものなのかしら。一言で言うと、飛行機のファーストクラスだ。半個室の座席が横に列に斜めに配置されている。個人用スクリーンがあり、食事も提供される。そして、特筆すべきは座席がフルフラットになるということだ。ということは、そうだぜ。インドネシアに寝台列車が復活したということだ。ラグジュアリークラスが連結されるアルゴブロモアンブレック号は夜9時半にジャカルタ、ガンビル駅を出発し、翌朝6時半にスラバヤ、パサールプリ駅に到着する。フルフラットシートで寝ているうちにジャカルタ、スラバヤ間を移動できるぜ。いいわね。スラバヤ駅には専用ラウンジもあるぜ。至れり尽くせりね。でも、ちょっと高そうね。ジャカルタ、スラバヤ片道が1万円ほど。ちょっと高めだが、夜を有効活用できるとあってなかなか人気のようだ。ラグジュアリークラスの他にも、最近できたクラスがある。エクセプティフよりさらに上級の座席、プライオリティクラスだ。おしゃれね。以上を踏まえると、KAI の旅客サービスは5種類あることになるな。高級クラスがたくさん、インドネシアは景気が良さそうね。でも、そもそもなんでインドネシアの寝台車は一度絶滅したの？夜行列車が多いんだから寝台車あった方がいいじゃん。おそらく、インドネシアの長距離列車は往路は夜行、袋は中高という運行パターンが多いからだと思うぜ。寝台車は中高の運用で使いづらいからな。確かに。中高で使いづらいという問題を解決するのが、中高でも使えるフルフラットシートなのね。そうだぜ。柔軟な発想だと思うぜ。KAI の旅客サービスを一通り解説したところで、次はそれらがどんな車両で運行されているか、見ていくぜ。どんな顔の車両がいるのか、楽しみだな。ジャワ島はジャカルタ近郊を除いてほぼ非電化だ。長距離列車はディーゼル機関車と客車で運行される。まずは機関車を見ていくぜ。機関車は10種類以上あるようだが、幹線でよく見かける種類は限られている。代表的な4形式を紹介するぜ。まずは CC201。1977年から運用されており、100機以上が活躍している。アメリカ製だ。この形式を含めインドネシアの機関車は大体ゼネラルエレクトリック社製だぜ。いかにもアメロコという外見ね。CC203。ゼネラルエレクトリック製。1995年から42台が導入された。無賃乗車を減らすため、先頭形状がシャープになったぜ。どういうこと？一昔前はインドネシアにもトレインサーファーがたくさんいた。機関車の前面の足場は彼らにとってはグリーン車のようなものだからな。それをなくしたわけだ。昔は今よりずっとカオスだったのね。次は CC206。
2012年から生産され、150機が活躍している。速達列車はこの機関車が牽引することが多い。KAI の主力機関車だ。幹線では一番見かける機械の多い機関車と言えるわね。最後に、CC300。インドネシアの車両メーカー、インカ社が製造している新型機関車だ。これまでの形式からガラリとデザインが変わったわね。まだ本格的に運用されていないが、今後、数を増やしていくと思われるぜ。ちなみに、インカ社は新型機関車の他にもインドネシアで走る電車や機動車を多数製造している。事業の屋台骨は客車の製造であり、最近ではバングラデシュ向けの客車を製造しているぜ。インドネシアは日本から中古車両を輸入している一方で、客車を輸出しているのね。次は、その客車について見ていくぜ。少し調べた感じでは、客車は〇〇系のような分類はないようだが、かなりのバリエーションがあるぜ。インドネシアの客車は窓の形状が個性的だ。下半分だけ丸みを帯びた窓、飛行機のような縦長の窓など、様々だぜ。個性的なデザインの客車たちね。現在の標準的な塗装はグレー地に青とオレンジの波打つライン。新型車両はステンレス製でオレンジとグレーの装飾が入ったデザインとなっているぜ。客車もステンレスの時代なのね。すでにベコベコしてるような。他にも、ラグジュアリークラスやプライオリティクラス用の特殊な塗装もある。ちなみに、インドネシアの鉄道は塗装の塗り替えが激しい。過去も含めるとバリエーションはかなり多いぜ。昔と比べて塗装の統一が進んだのね。機関車と客車の解説はこんな感じだが、まだ登場していない車両群がある。機動車だ。機動車はスラバヤやソロ周辺の中距離列車で活躍している。列車ごとにいくつか紹介していくぜ。行ってみよう。まずは、コミューター、スポール。スラバヤと郊外のボロンを結ぶ通勤列車だ。インカ社製の電気式機動車で運行される。ジャカルタだけでなく東の大都市スラバヤにも通勤列車があるのね。ジャカルタでは12両編成の電車が10分間隔で運行されているが、スラバヤの通勤路線はそれとは比べ物にならないほど貧相だ。何しろ、1日3往復しかないのだからな。乗り遅れたら何時間待たなきゃいけないのよ。KAI はスラバヤの通勤路線についてはやる気ゼロのようだ。次は、プランバナンエクスプレス。とあるジョグジャカルタ、ソロを結ぶ。観光地を結ぶルートだから、外国人も乗る機会がありそうね。1日10往復。KRDE プラメクスシリーズで運行される。この車両、元はジャカルタの通勤電車だったんだが、インカ車によって電気式機動車に改造されたんだぜ。電車が、機動車に、なる。先頭車両の前半分にエンジンを乗せているようだ。窓が塞がれている様子がわかるわね。これがインドネシアの技術力だぜ。いいね。次は、プランバナンエクスプレスとほぼ同じルートを走る、ソロ、エクスプレス。あれ、この車両、前にどこかで見たような。ジャカルタの空港連絡鉄道、レイリンクだな。あっちは電車だが、ソロエクスプレスは機動車だ。どちらもインカ製だぜ。外見は同じなのに電車バージョンと機動車バージョンがあるのね。最後に紹介するのが、バタラ、クレスナだ。何このプラレールみたいな車両は、インカ車製？連接式機動車だぜ。連接、機動車。次から次に変わり種が出てくるわね。ソロ、プルゴサリとオノギリの間を1日に往復している。本数は少ないのね。この車両は故障が多く、ダイソーで日本車両製 MCW302 が走ることもあるぜ。窓の形とかに日本製の面影があるわね。MCW302 は退役が進んでいるが、保線用車両に改造されたものもあるぜ。インドネシアの魔改造、恐るべしね。機動車は他にも何種類かいるが、そろそろ実践的な話に移るぜ。インドネシアの鉄道の乗り方だ。チケットは駅でも購入できるが、今やネットでの購入が主流だ。事前に購入しておけば売り切れの心配もないわね。でも、どうやって買えばいいのかな？そんな時はこのアプリ。チケット .com だ。価格順、出発が早い順などで列車を検索し、チケットを購入できるぜ。使いやすそうなアプリね。ただし、インドネシア国外のクレジットカードが使えないことが多いという問題点がある。それは困ったわね。その場合は駅の窓口、自動券売機、コンビニの情報端末で購入することになる。クレジットカードが使えないのは痛いわね。今後の改善に期待ね。チケットを購入すると、登録したメールに QR コードが送られてくる。その QR コードを駅のチェックイン機械に読ませてチェックインすればボーディングパスが出てくる仕組みだぜ。チェックインとかボーディングパスとか、飛行機みたいね。そうだぜ。切符をなくす心配がないし、合理的なシステムだと思うぜ。ただし、チェックインは発車時刻の30分ほど前には済ませておく必要がある。発車時刻ギリギリに駅に着いて列車に飛び乗ることはできないぜ。そのあたりの感覚も国内線の飛行機に近いかもね。
チェックインが終わったら改札を通って駅に入ろう。チケットや電光掲示板を見ても何番線に列車が来るかわからなかったりするが、列車の砂防を見ていけばお目当ての列車が見つかると思うぜ。インドネシアにはあまり大きな駅はないので心配はいらないだろう。車内は冷房が効きすぎのことが多い。トイレは綺麗ではないが使えないほどヤバくはない。多くの列車で食堂車が利用できる。メニューが豊富だぜ。これは美味しそう。実際に出てくる料理はこんな感じだ。あれ、想像してたのとちょっと違う。おかずがビニール袋に入っていて見た目はイマイチなんだが、食べてみると結構美味しいぜ。ジャワ島の田園風景を眺めながら本場のインドネシア料理を楽しめるのね。食堂車には礼拝スペースもあるぜ。イスラム教徒でも安心して乗れるわね。車内の治安についてだが、さっきも言った通りインドネシアの鉄道は高級路線なのであまり心配はいらないと思うぜ。列車に乗る際に実名を登録しているわけだし、犯罪は起きにくそうね。次に撮影について。基本的に問題ないぜ。チケットなしで駅に入ることはできないからそこは注意ね。最後に、KAI の今後の展望について解説するぜ。インドネシアの鉄道はここ数年で劇的に変化した。冷房化によって高所得者層の取り込みに成功し、オンライン予約によって駅の窓口の混雑をなくし、本人確認の導入によって無賃乗車客を排除した。その結果、客層が良くなり、かつてのカオスさとは無縁の安心して利用できる鉄道になった。当然ながら、その分運賃も高くなったぜ。鉄道が貧困層の移動手段になっている国が多いけど、KAI は貧しい客をあえて切り捨てるという方針を取り、それが割とうまく言っているのね。しかし、安心するのはまだ早い。インドネシアは言わずと知れた LCC 大国だ。ライオンエアをはじめとする LCC は本数が多く料金も安い。長距離列車で稼ぎたい KAI にとっては強力なライバルだ。また、インドネシアの鉄道はあまり速度が出せないため、バスとの戦いも厳しいものだ。そこで、インドネシアの鉄道は現在2つの大きなプロジェクトを進めている。ジャカルタ、バンドン間の高速鉄道と、北幹線の高速化だ。それぞれ中国と日本が支援する事業であり、インドネシアで日中が影響力を競う構図となっている。高速鉄道については日本案が有利と見られていたのに急に中国案になったのよね。どちらの事業もまだ始まったばかりだが、今後もインドネシアの鉄道が急激に変化していくことは間違いないな。今後も目が離せないわね。そろそろまとめに入るぜ。高級路線でかなり快適。ネット予約は一癖あり。個性的な機動車がたくさん。変化が激しい。以上だ。次回はエチオピアの鉄道について解説する予定だぜ。ご意見ご感想お待ちしております。フォローもよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。